エルツ・ヘルツォーク・カール級戦艦は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍が建造した前、土級戦艦。本級の武装配置を示した図。主行動海域であるアドリア海は、波が穏やかであるものの当初が多く、随所に強水道が存在する環境であることから、これに適合した比較的小型の艦型とし、速力は、同時期の他国の戦艦より高速である。 前級のハプスブルク級では、後部手法を単装としていたが、本級では2機とも連装法とし、副法もより大口径の砲として、火力の強化を図っている。艦首には、昇格が設けられていた。手法は、前後艦艦に24センチメートル連装手法と、一機をダブルエンダーで配置。艦中央部には、環境、ミリタリーマスト形式の端端の前後章。 等間隔に並んだ三本の煙突がある。煙突の周囲は探偵用周地となっており、要周は二番煙突基部に左右一本ずつ設けられたボートクレームにより行われる。副砲は単層砲塔で上部甲板状の四隅に1機ずつ、軽四機原則ケースメート配置で片ゲ四機ずつ、軽八機を搭載した。手法は、シコダ者製 C。 8 6 2 4トル砲を採用した。その性能は重量1 4 0ラムの手砲弾を使用した場合行角30度で射程距離1 6 9 0 0ルであった。発射速度は毎分1.8発、行角は30度、深く5度であった。旋回角度は左右150度の旋回角が可能であった。複砲は シュコダ射程 19cm 砲を採用した。その性能は重量 97kg の砲弾を使用した場合行角20度で射程距離2万メートルであった。発射速度は毎分3発、行角は20度、深く3度であった。甲板上の単走砲塔は左右方向を0度として左右90度、原則ケースメートは150度の旋回角を取ることが可能であった。 他に、耐水雷艇迎撃用に、シュコダ射性 7cm 速射砲を単装砲がで12機、装備し、4.7cm 単装速射砲4機を、装備した。水雷兵装として 53.3cm 水中魚雷発射管単装4機を装備した。ありがとうございます。